っとびっくりしたねこれね。すっごく嬉しい。一人で盛り上がってたからな俺こういうの一人で盛り上がってたからな俺。一人で盛り上がってた。まだまだ先なのか。笑顔見せるようになってニヤニヤしてるんやろなと思ってたっていう風に見とった。だからライアンが物語ないもんね。やべ。実際してへん笑い方したから気管に入った。ちょっと待って。アホなことはするもんではないな。ニヤニヤしながら見とったよ。ずっと全選択肢選んだからな俺。全選択肢全ルート選んだからな俺。これな、二次三次のクズ派かなって一瞬思ったけどちゃうかった。かなり煽り耐性高そうなキャラクターやったけどね、これね、見た感じ。煽り耐性じゃねえ、煽り性能。まあ近々実装されるんでしょうね。この子も出てくんのかないずれ、まあ、立ち絵こっちが立ち絵が出てきたんやからこっちの立ち絵も出てくるっしょ。これがヒーリーかな。こっちがなんか何ストリックスのなんかリーダー名前知らんまだ出てないけど近々実装されるでしょうと。さらっとさらっとさらっと購入しました。さらっと購入プラトニックラブを軽蔑して、こちらはお気に入り。なんだ、何？でけえ。は？何の話？ちょっと待って。うっさー、うる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 せえ。なんだこれ。なんだ、なんだ、なんだ。バグっとるぞ。なに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 。ちょっと、あれします。設定のジャンシタブの方。ジャンシタブの方。は？でも、アンジュ普通やで。くすぐり？ジャンシさんはこのように。これ下げてんの、あれやもん。あの、なに？ハルナとジョセフだけやもん。アンジュうるさいんか。は？データベうるせえ。なんだ、なに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 、ちょっと待って、ちょっと
なんだみんなうるさい、みんなどう、みんなどう、俺だけか、俺だけ。もう変なバグやめろや。ジャンシさんへの要請、これからの時間を KR976 と一緒に過ごしてくれますか。ちょっと待って待って、ちょっと待ってな、なんだクソうるせえぞ、ブラウザやからか、関係ないのかな。どこのがうるさいの。いや、あのね、この画面はホーム画面は普通ねんけど、両者で音声、両者で音声、適当になんかキャラクター選んで。ご主人うるせえ。俺だけか、俺だけ、そんなわけない。え、俺だけやったら俺やばいんやけど、俺もうバンされたんじゃん、バンされたこれ、もしかして。え、対局普通やったぞ、両者だけなんか、両者だけなんか、え、なんだ、試してみたけど変わらない、普通だった。設定変えてないもんだって、なんだ、ちょっと待って、そうなってくるとここのがうるさいってことになるぞ。いや普通でな、なんだ。なんで全員そうなの、全員俺を裏切るんか。まさか牽制よ、エロ本。ちょっと待って、なんでこんなうるさいの。え、やばいって、助けてくれ、誰か助けて。誰か助けて。なんだ、なんだ、カン、ええ、カン、おい、ボイスオフにしてんのやぞ、なんで、なんで治るねん、は。なんでやねん。おい、ちょっと待ってくれ。おい、バグってるって、俺のちゃんとはバグってるってこれ。え、は、え、なんで、終わって、バグってるんやけど、ちょっと待って、助けてくれ。ログアウトすっか、一回ログアウトすっか、でログインすっか、一回そしたら治る可能性あるか。これログアウトってどうすんの、なんだこれ、ログアウトどうすんの、これあれ、ログアウトってどうするんやっけこれ。音声はそこの設定適応外みたい。じゃあここのどうすればいいの、俺のやつ、ここの音声を下げるにはどうしたらいいの。ジャンタマの BGM を下げるしかないか、このジャンタマのこの サウンドの方、パソコンの方を、は、でも昨日そんなんちゃうかったぞ、なんだよ、なんだ、今回からか。音量ミキサー、いやでもそれってクローム全体の音下がっちゃうからな、そもそもうちのボイス設定が4割、俺の方がこれ小さすぎるのか、
ちょっと待って、そんなんやめてくれよ。これこれやからな。これ4割あんの？これぐらいってこと？ってこと？終わってる。やばい、どうしよう。美術展ですか。だから設定反映されなくても同じくらいの大きさに聞こえるけど、ロアさんは差が大きいから。だってうるさいんやもん。だってこれ以上ほんと大きくしたらYouTube とか爆音になるからな。 Chrome の音上げたら。まあいいか、ここで音声や。でもここで音声聞くにわざわざミキサーの音量変えるもんな。クロームの音量15だからな俺耳ぶっ壊れるんやけど俺こんなことしたら。全体的に上げてパソコンからの聞こえる音を小さくするか。ちょっと待ってくれよ。すげえ壁にぶち当たってんねんけど今。は？急になんだ？急になんだよ。ヘッドセットから聞こえる音を下げて、あ、他全部上げればいいってことやろ。そういうことになるやん。デバイスじゃねえよ。なんだ、あ、オーディオデバイスか。ヘッドセット、うちはパソコンが 40% くらい。なんでそんな高いの。10、ちょっと待ってな、ごめんな。ちょっとサニーで部屋と出てやっといていいで待ってな、びっくりする。なんだよ、急にでかくなんなよ。は？普通に切れそう。ちょっと待ってな。いや、あと1回ぐらいやるじゃん。いいよ全然。磯波さん、あ、ごめん、まだ不具合直ってないっぽい。確認したってついだった。うん、最初の方にも言ったけど、それ多分強制的に50くらいの音声で流してるのかな。でうちは差がないから気にしないけど、ロアさんの場合は。おー、ルナさんが急にすごい長いコメント。いやでもこの間まで平気やってん。この間っていうかもう昨日まで平気やってん。俺ここで、俺あれや、もう小野寺さんとかの音声聞いてたもん一人でここで一人でアンジュとかの音声聞いてたもん俺。てか流したよね俺そもそもなんだよこれマジで。急にデフォで50ぐらいだから、まあ、この音量自体が、まあ、多分パソコン側の問題やろうけどね。ボイスの設定が適用されない不具合。そもそも前の仕様知らないけど。変えてないんやったら、まあ、その他細かい修正みたいなこと書いてあったから、それに含まれてるんやったら変わるかもしれんし、パソコン再起動したら治るかもしれんし、多分ジャンタマ再起して治らんかったら治らんと思うけど。ヘッドセットのコロコロはマックスやし、なんなんやろね、なんかおかしいんかね。本当だ、俺もでっかくなった。え、マジ？うちも音でかい。え？ミュートでも聞こえてたし、多分適応されてないよ。あ、やっぱそうか。あ、そりゃそうだわな。え、ガラティンさんとバノさんもでかいの？ということは DMM もブラウザも関係ないってことか。
え、じゃあジャンタマ側の問題か、向こうの問題かと。でかいとか卑猥。サッチンさんどう、このロアさんボイス設定50くらいにしてそれと比べたら変わらないってなるんじゃないかな。本末転倒だけど。気に入った作品を。あーほんまや、え、みんなここの音量どれぐらい、音量バーどれぐらいな。ルナさん4割ぐらい。で、麻雀が好きな一人が来場しました。サッティンさんはどう、でかいのここの。ほんまやとは、わらほんまや、だから50と比べて、だからここの音量がデフォで50ぐらいやってるから、ここのチリットしか上げてない。ここの音量を50にしたら同じぐらいの音量になった。姫と羊と変なおっさんはで、姫と羊と変なおっさん、変なおっさんだ、そういうのじゃなくて姫と羊、わらわら、一姫とエリサと、ボイスはデフォ、ボイスのデフォ、ボイスはデフォなんだ。あ、そうなんだ。もともと大きかった方聞いてないよ、わら。あ、そうか。 20% くらいになってるけどデフォルトの音量で再生されてそうなでかさ。あー、やっぱそうなんだ。でかい人はでかいね。ここ下げてる人は基本的にでかくなるんだな。じゃあBGM は 25% くらい。へえ。うるさくなんねん、これもう、なんか言うたやろうな。もう 1% くらいかね、これもう。1% ね。老音がムカつくねん、あのおっさん、ジョゼ。あ、ジョゼフ。あんま嫌いなキャラクターの、あれは、まあ、あんまりね、できれば言わんといてほしいかなっていうのはあるんで、うち。別にバンとかはしないけど、そのキャラが好きって人もいるから、ね、まあ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 、これはちょっと、まあ、ジャンタマ側の問題なんで。了解、音量で振られたので。音量で振られたっていうか、なんだ、ジャンタマ公式がツイッターで音量っていうのは、あの両者の方で、あのキャラクターの音声を聞いたらうるさいかどうかっていう話、音量そもそのものがでかいかっていう話。